江が飯野からサイドを変える。さあ右に高江がいるぞ、中を選択した、ヘディングシュート、決まった、ガンバが先制、白井ハルト。これで2試合連続ゴール、先制ゴールはこの白井のヘディングシュート。チーム最初のシュートが先制ゴールに結びつきました。ガンバが先制です。このクロスに合わせました白井ハルトのヘディングシュート、ガンバ大阪 U23 が先制。前半の29分、見事